全国学力学習状況調査の授業展開例について説明します。各教科、知識、技能、思考、判断、表現の問題を1問ずつ取り上げて説明しています。各問題の2枚目の回答類型分析シートには事項の反応率や人数を入力できるようになっています。事項の児童生徒にどのような回答の傾向があったのか分析してみましょう。また各問題の3枚目には事業改善のヒントになるような事業展開例を示しています。事項の児童生徒の実態を踏まえながら事項ではどのような事業改善が行えるか校内研修等で共有してみましょう。中学校数学では四角4、一次関数について式とグラフの特徴を関連付けて理解しているかどうかを見る問題を取り上げています。普段の授業で式とグラフの特徴を関連付けて理解するような数学的活動を十分取り入れておられますでしょうか。授業改善のヒントでは、一次関数の式の A や B の値の変化とグラフの変化の様子を確認しながら、一次関数の式とグラフの相互関係について理解を深められるよう、デジタル機器を使いながら考察する場面を取り上げています。四角6、統合的・発展的に考え、成り立つ事柄を見出し、数学的な表現を用いて説明することができるかどうかを見る問題を取り上げています。成り立つことを証明して終わりに普段の授業なっていませんでしょうか。授業改善のヒントでは、解決された問題やその解決の過程を振り返り、条件を変えた場合について考えるなど、統合的・発展的に考察する場面を取り上げています。四角4は、A イコール1、B イコール1の一次関数のグラフで、B イコール1を変えずに A の値を1より大きくした時のグラフが A から A のどれに当たるか選ぶ問題です。広島県は正答率 63.1% で全国に比べて 2.2 ポイント低くなっていました。こちらが回答類型とその反応率です。反応率の高い5等としては、回答類型3、うを選択しているものです。A の値が傾きを表すことは理解しているものの、A の値の増減がグラフをどのように変化させるかが理解できていないことが考えられます。A や B の値とグラフの特徴を関連付けて理解できるようにすることが大切です。事項の反応率は全国や広島県と比べてどうでしょうか。特徴的な傾向があればその要因も考えてみましょう。事業展開例として、デジタル機器を使って一次関数 y イコール ax プラス b の a や b の値の変化とグラフの変化の様子を確認しながら、一次関数の式とグラフの相互関係について理解を深める活動を取り入れてみましょう。グラフ作成ソフトなどを活用し、生徒が端末で操作しながら A や B の値の変化とグラフの変化について気づいたことを話し合う活動が考えられます。例えば B イコール1で A の値を変化させてみると、A の値が大きくなるとグラフはどのように変化するのか、なぜそのように変化するのか、このようなことを考えさせることが大切です。式とグラフの特徴を関連付けて理解するような数学的活動を取り入れていきましょう。四角6、括弧3は、四角に入る整数の和は
丸に入れた整数の和の2倍になることを文字式を使って説明した後、正三角形を正四面体に変えたとき、丸に入れた整数の和と四角に入る整数の和についてどのようなことが予想できるか、何々は何々になるという形で表現する問題です。広島県の正答率は 42.2% で、全国を 0.4 ポイント上回りました。こちらが回答類型とその反応率です。反応率の高い誤答としては、回答類型8。例えば、四角に入る整数の和は、丸に入れた整数の和の4倍になるとか、2分の3倍になるという形で、成り立たない事柄について記述しているものです。正三角形を正四面体に変えたときに成り立つ事柄について見出すことができてないということが考えられます。それまでの問題解決の過程を振り返り、条件を変えたときにどうなるか、数学的な表現を用いて説明することが求められています。授業展開例として、例えば、解決された問題や、その解決過程を振り返り、条件を変えた場合について考えるなど、普段の授業で統合的、発展的に考える機会を設けましょう。この問題であったら、例えば正方形で考えた後、他の図形になったらどうなるかと投げかけ、例えば正方形だったらどうなるかな、丸と四角に入る数に関係があるのかなといったことを考えさせることが大切です。これまでと同じように文字を使って考えたら、正方形でも四角に入る整数の和は丸に入れた整数の和の2倍になることが示せそうだ。例えば正方形から立体、正四面体に変えたらどうなるかなといったことをさらに考えさせることが大切です。文字式を使って説明することが難しくても、具体的な数字を使いながら、どのような予想が成り立つか、何々は何々になるといった形で表現させてみましょう。このように、成り立つことを説明して終わりではなく、解決された問題や解決の過程を振り返り、条件を変えた場合を考えるなど、統合的、発展的に考察する場面を積極的に授業で取り入れていきましょう。